ットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。ファン待望のフレンドリーマッチ、韓国対ウルグアイ。本日は解説に中西哲夫さんをお迎えしています。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。韓国、今日の対戦相手は実力の伯仲した相手となります。中西さん、今日はかなり激しい戦いになると思いますね。はい、期待しましょう。撮影が行われています。画面には予想フォーメーションが出ています。さあ、キックオフの笛が鳴りました。向かって右のエンドから攻めるのがウルグアイ、反対側左のエンドから攻めるのが韓国。ソン・ジョング、パク・チソン、受けて、ここでファールの判定。韓国エリア内に4人います。シュートできた、必死のディフェンス。この球をしっかりと抑えました。つないでユサンチョ、パクチソン、アンジョンファン、大きく左に開いてきました。前方へロングパス、ジムテヨン、イヨンポ、ソルギヒョン、ソルギヒョン、キムナミ仕掛けます。ニアに合わせる、クリアが小さい、もっと前へ。キムナミタッチラインを割りました。ゴンサレス、ソロンド、パースをつないでオリベラ、ジャコマッツィ、オルラン、レコバ、丁寧にパスをつなげてほしいですね。フォローが欲しいところ、再びスローインです。スローインから、さあ先制点のチャンスになるか。ヘディングで押し返す、キムナミル、ソルギヒョン。韓国、立ち上がりここまでご覧になっていかがでしょうか。中西さん、まだスコアに大きくはないんですけどね、期待できると思います。はい、中はちょっと少ない。このボールは左サイドに行きます。レコバ、ウルグアイチャンスだ。ジバント、ポルラ、パスか自分で行くか。前半の15分が過ぎました。オープンスペースをつけるか。クリア、ハイボールを競り合う、どう持っていくのか。さあかわせるか。ゴンサレス、ウルグアイ素早い攻め、パクチソン、これをカット。ウルグアイパスをつないでいます。アンジョンファン、ドリブルで上がって仕掛けるか。左サイドを上がっていく、イヨンポ、アベイホン、レゲイロ、パスか自分で行くか。さあかわせるか。イチョンス、ここから上げてくるのか。シュート、合わせてきましたが惜しくもゴールは奪えませんでした。ヘディングでつないで、キムテヨン、うまくカットした。
レコバ弾き返した。これはナイスキーパーでしたね。はい、ウルグアイ左サイドからのコーナーです。入れてきた。パクチソン、アンジョンファ仕掛けるか。スルーパスを出してきた。狙って外してしまった。フィニッシュまで行けたんで良かったと思います。はい、韓国中央からの攻めに少々苦しんでいるようですね。はい、シュートまで行かれているんでまずは中を固めた方がいいかもしれませんね。そうですか。ソロン、時計は30分を過ぎています。ヘッドからレコバ、イヨンピョ通りません。パスか自分で行くか。このボールをクリア。ゴールキックです。ウルグアイこの時間少々押され気味ですがいかがでしょう中西さん。たまにロングボールを放り込んだりすれば少し流れも変わってくると思うんで試してほしいですね。そうですか。ジャコマッツィ、アベイホ、アギアール、パスをつなぎます。カウンターのチャンス、これを競り合う。ジャコマッツィ、オリベラ一気に前方へ送る。ここは跳ね返します。このボールをカット、オリベラ。さあかわせるか。このボールはスローインになります。レコバ、フォローが少ない。タイミングはどうだ。仕掛けるか。ボールはセンターへ。チャンス、エリアの左側、これはクリアします。オリベラ、パスか自分で行くか。さあチャンスなるか。見事なインターセプト。ソンジョング、ユサンチョ自分で持っていく。パクチソン、アベイホ、ボールを回してボールをトラップ、あっと倒した。ファールを取られます。縦へのロングパス、頭でつなぐ。ミドルできた。ゴールネットを揺らすことはできなかった。これを繰り返していけばいいと思いますよ。そうですね、期待しましょう。競り合って、ここで前半終了のホイッスル。前半戦を終わりまして0-0、両チーム無得点のまま前半を折り返しています。さて中西さん、前半の総括をお願いいたします。まず相手の出方を下げろという意図があったと思いますよ。そして前半終了時のスタッツですが、ウルグアイここまでの動きはいかがでしょうか。バランスよく攻撃できていると思うんで焦らずこのまま続けてほしいですね。ありがとうございます。それでは引き続き前半戦のハイライトをご覧ください。後半戦が今始まりました。ここまでスコアレスの展開ですが中西さん、ハーフタイムでの修正がどうゴールに結びつくか楽しみですね。はい、スローインとなります。ジャコマッツィ、ゴンサレス、オリベラ、ゴンサレス、前につなげられるか。アベイホ、オリベラ、さあかわせるか。オリベラ、パスを回してカットして上がっていきます。イヨンピョ仕掛けるか。アベイホ、ゴンサレス、縦にボールが出ました。キムテヨン、さあどうするのか。
ボールを受けてアギアール、レゲイユ、レコバ、さあ通るか、ジェバントン、シュート、しかしこれはゴールキーパーがキャッチ。イヨンピョン、キムテヨン、チョピョング、ソンジョング、イチョンス、リターンされたボールをソンジョング、チョピョング、キムナミル、ウルグアイ、左サイドからここでカット、ドリブルで上がっていく、しのぎます、イヨンピョン、ソルギヒョン、パスか自分で行くか、時計は後半の15分を過ぎました。レコバ、レゲイル、ポルラン、右を使います、仕掛けるか、パス、縦への大きなボール、ムヌア、いい位置にいました、キムナミル、ユサンチョ、パス、パスか自分で行くか、スルーパス、アンジョンファン、ソルギヒョン、ダイレクトで叩いて、おっとアーリークロスだ、打てますよ、必死のディフェンス、ラインに逃れましたが、ここは仕方ないですね。はい、コーナーキックになります。さあここで試合の流れを引き寄せることができるんでしょうか。ここは大事にいってほしいですね。さあ中に入れる、オフサイド、これをインターセプト、倒してしまいました。ハッチソン、パンチング、ダリオ・ロドリゲス、後ろから打ってきた、うーん、キーパーキャッチ、ジャコマッツィ、アギアール、大きくクリア、韓国、後半も半ばに差し掛かったところですが、いかがですか中西さん。はい、ワンチャンスで勝負は決まりそうですね。はい、クリア、マイボールにできるか、レコバ、ボールはゴール前、レコバ体に当てた、ロングパス、韓国、ここまで非常にいい勝負を続けてますが、中西さん、はい、こういったキックをした勝負をすることでチームは強くなっていくと思うんで、粘り強く戦ってほしいですね。はい、最後まで目が離せませんね。頭でスローインに逃れました。さあどのような働きをしてくれるんでしょうか。監督の期待に応えてほしいですね。さあスローインからゴール前に放り込んできた。韓国、ここまでの戦いぶりいかがですか。あの中盤でのパスカットが増えたんで、この後は点差を考えたサッカーをしてほしいです。なるほど、ロスサントス、このパスはどうだ、イ・チョンス、トラップ、さあかわせるか、足技を見せていきます。このボールをクリア、タッチラインに逃れました。さあこの位置からうまくしのぎます。セカンドボールを奪われないようにしたいですね。縦パスを入れるタイミングを探りながら回してほしいですね。さあチャンスだ、スライディングに行った、これはクリアします。韓国、つないでオリベラ、仕掛けるか、こぼれたところ、おっとアーリークロスだ、状態を使ってイヨンピョ、ボールはタッチラインを割りました。選手の交代があります。韓国、中盤の攻撃的な選手を変えてきましたね中西さん。はい、攻撃の流れを変えたいという意図があるんじゃないですかね。なるほど、期待しましょう。縦に大きく出します。このボールを奪ってもう一度スローインです。アンジョンファン、おっと倒してしまった。今は大事につなげたいですね。狙いますよ、抜かせません。ポルラン、アギアール、ソロン、前方へロングパス、ハイボールを競り合う、
アンジョンファン、パスか自分の行くか、バクチソン、さあかわせるか、あっと打ってきた、蹴るのゴールは決まらない。これはいい一つの形だったと思いますよ。オリベラ、イヨンコ、ソルギヒョ、さあこのドリブルから。後半終了の笛が鳴りました。決着は延長戦に持ち越されます。それでは中西さんに後半戦を振り返っていただきましょう。得点はなかったんですが、緊張感の高い攻防が随所に見られたと思いますね。そうですね、延長前半キックオフ。さあお互い決め手を欠いたままでの延長戦、どう見ますか。一つのミスが試合を決めてしまう可能性があるので集中していきたいですね。はい、胸でボールをトラップ、スペースを突くパス、スペースを使う、左のスペースを使う、ソルギヒョン体で止めた、押し込んだ、外してしまった。やはりシュート抜けたのがいいですね。マイボールにできるか、ここでカット、ロスサントス、アギアール、ダリオ・ロドリゲス、ジャコマッツィ、倒してしまいました。ロスサントス、ウルグアイ、ディフェンスが整っていない。今がチャンス、オリベラ、おっと入れてきた、ここで素晴らしいインターセプト。ウルグアイ、少ないタッチで攻めたい。どうやってビルドアップするのか。ロスサントス、切って、アンジョンファン、持って上がる、スローイン。さあ交代で入ってきました。はい、まずは試合の流れにうまく乗ることですね。なるほど、期待してみてまいりましょう。ボールはペナルティーアークの手前、当てる相手が少ない。キムテヨン、カウンターになるか、オフサイドを取られました。ちょっと早かったですね。縦への大きなパス、オルラ、ウルグアイ中盤を支配しています。ジャコマッツィ、オルラ浮かせてどうする。ボールはタッチライン際、中に2枚、クロスは逆サイドに流れてしまった。一気に前方へ送る、これを競り合う、これをトラップ。ロスサントス、どのような攻撃を繰り出すのか。ロビング、競り合って、さあチャンスなるか。縦へのロングパス、競り合ってボールをトラップして、縦にボールが出ました。ボールを受けます、どう動くか。レコバ、ウルグアイ数的有利な状況です。受けて、あっと上です、ファールがありました。ここで笛です。延長戦前半が終了します。延長戦前半が終了しました。いやー、手に汗握る接戦でしたね。そうですね、この後に期待しましょう。さあホイッスルが鳴って、延長戦後半が今始まりました。ボールを回す、左に展開します。ウルグアイ、敵の数が少ない、さあ浮かせて、パスをつないで、チェソンヨン、胸でボールを受けます。仕掛けるか、ドリブルで上がっていこうというところ、ロングパス、チョ・ビョン、インターセプト、ここでパス、すくってレコバ、コース空いてますよ、しのぎます。ゴンサレス、ムヌア、頭でつないで、これをカット、バクチソン、これはチャンスだ、打った、ゴール、劇的だ、
マクギラン、ここでこの試合の勝敗が決まりました。韓国ゴールデンゴールを決めて試合に終止符を打ちました。それでは中西さん、試合を振り返っていただけますか。はい、結果はともかくとして攻守それぞれに今後の課題が見えてきたんで収穫のある試合だと思います。そうですか。そして試合終了後のデータを紐解いてみましょう。韓国シュート数の上でも上回ってますね。はい、攻撃を常にシュートで終わろうとしている結果だと思います。この調子を維持してほしいですね。そうですね、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。今日の試合は中西哲夫さんをお招きしてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。実況はジョン・カビラがお送りいたしました。ではハイライトシーンをご覧いただきながらお別れさせていただきます。さようなら。さようなら。